皆さん、こんにちは。今日は、芸能界から一時的に姿を消した後、驚異の復活を遂げた酒井法子さんの現在に迫ります。2009年の薬物事件から始まる彼女の人生の転機、中国香港での成功、そして YouTube チャンネル開設から突如の閉鎖に至るまでの経緯、そして日本と海外での活動のギャップ。この動画では彼女の軌跡を追いながら、その復活の秘密に迫ります。酒井法子さんがどのようにして再び輝きを取り戻し、現在もなお芸能界で活躍し続けることができたのか、その真実に迫ります。まずは酒井法子さんの薬物事件とその後の人生についてです。2009年、彼女の人生に暗雲が立ち込めました。一見すると芸能界での華やかなキャリア、青いウサギでのレコード大賞受賞、紅白歌合戦出場など、順風満帆に思えた彼女の人生に突如として転機が訪れます。酒井法子さんは当時結婚していた元の甲忠雄一さんと共に薬物所持及び使用の罪で逮捕されることに。この出来事は彼女にとってただのスキャンダルではなく、人生の大きな転換点となりました。逮捕の衝撃は大きく、所属事務所サンミュージックからの契約解除という形で芸能界からの事実上の追放を余儀なくされます。しかし彼女の人生はこの事件で終わるわけではありませんでした。保釈後、彼女は公の場で頭を下げ、介護を学ぶ意向を示しました。芸能界を離れ、新たな道を模索し始めたのです。この決断は多くの人にとって意外に映ったかもしれません。しかしそれは彼女が過去の事故と決別し、前に進むための大切な一歩だったのです。事件後の彼女の人生は決して平坦な道のりではありませんでしたが、2024年現在芸能界への復帰を果たし、さらに中国香港での新たな活躍の場を見つけ出しました。この変遷は酒井法子さんが直面した試練と、それを乗り越えた彼女の強さを物語っています。次は酒井法子さんの芸能界への復帰と YouTube チャンネル開設についてです。時間は流れ、2009年の暗い事件から数年が経過し、酒井法子さんは新たな一歩を踏み出します。2024年現在、彼女は芸能界へと華麗に復帰し、なんと中国香港での活動を本格化させていました。この復帰はただのカムバックではなく、彼女が再び光を求めて進み出た証であり、多くのファンにとっては待ち望んだ瞬間だったことでしょう。さらに注目すべきは、酒井法子さんが50歳の節目に YouTube チャンネルを開設したことです。この動きは彼女が新たなメディアに挑戦し、さらなるファンとのコネクションを築こうとしていることを示しています。YouTube での活動開始は彼女の多彩な魅力をより広い視聴者に伝える絶好の機会であり、彼女のキャリアにおいて新しい章の始まりを告げるものでした。このチャンネルでは彼女の日常生活や芸能活動の裏側、さらには個人的な思いや経験を共有することで、ファンとの距離をぐっと縮めることに成功しました。しかし活動は順風満帆ではありませんでした。2022年1月以降、動画の投稿が突然停止し、その後チャンネルが閉鎖されるという予期せぬ展開がありました。 SNS アカウントの削除と合わせて、これらの出来事は彼女のファンに多大な心配を与えました。酒井法子さんの YouTube チャンネル開設とその後の展開は、彼女が新しい試みに挑み、その過程で直面した挑戦を物語っています。この経験は彼女のキャリアにおける重要なマイルストーンであり、変わりゆくエンターテインメント業界において彼女がどのように進化し続けているかを示す貴重な事例となりました。次は酒井法子さんの YouTube チャンネルの活動停止と SNS の削除についてです。一見すると酒井法子さんにとって YouTube は新しい挑戦の場であり、ファンとのコミュニケーションを深める貴重な手段の一つでした。彼女のチャンネル酒井法子1億のスマイルは2021年5月に開設され、短期間で大きな注目を集めました。彼女が投稿した動画は21本に及び、それらは多くの人々に愛され、総再生回数は約130万回を記録しました。この数字からも彼女の持つ影響力とファンに対する深い愛情がうかがえます。しかし2022年1月を境に予期せぬ展開が起こります。酒井法子さんの YouTube 活動が突如として停止し、その後チャンネルは閉鎖されました。この出来事はファンにとって大きな衝撃と困惑を与え、彼女の SNS アカウントも同時期に削除されることになります。これらの行動は外部から見ても突然のことであり、その背景には何があったのか、多くの憶測を呼びました。この一連の出来事は
坂井紀子さんが直面したデジタル時代の課題を浮き彫りにしています。ファンとのコミュニケーションツールとして大きな可能性を秘めていた YouTube チャンネルと SNS の活用ですが、それらが突如消え去ることでファンとのつながりに亀裂が生じたのです。坂井紀子さんの YouTube チャンネル開設から閉鎖に至るまでの経緯は、彼女のキャリアの中で新たな試みを行ったものの予期せぬ挑戦に直面することもあるという現実を示しています。この体験は変化するメディアの中で生きる後人の脆さと強さの両面を映し出しています。次は坂井紀子さんの中国香港での活動と日本でのテレビ出演についてです。坂井紀子さんは一時期の試練を乗り越え、中国香港での新たなキャリアを築き上げています。これは彼女にとって単なる復帰ではなく、国際的なステージで再び輝きを放つチャンスとなりました。香港と中国では彼女はすでに確固たるファンベースを持ち、ディナーショーや舞台での活躍を見せています。これらの活動は彼女が国境を越えて愛され続けていることの証明であり、彼女の芸能生活における新たな成功の節目と言えるでしょう。彼女の国際的な活動はディナーショーでのチケットが日本円で7万円前後という価格にもかかわらず人気が高く、1ステージにつき100万円近くのギャラが振り込まれると予想されていることからも、その人気の高さがうかがえます。海外ツアーをこなすことで数千万円の収入を得ることができるなど、彼女の活動は経済的にも大きな成功を収めています。さらにパチンコ店の営業での活動も含め、彼女は日本国内でも稼ぎ続けていますが、その姿を表舞台で見る機会は少なくなっています。日本国内でのテレビ出演も2013年の様のまんまと2020年に放送されたザ・カラオケバトルがあり、後者では彼女の代表曲青いウサギを披露しました。女優としては2019年にプロデューサー K での出演や2021年2月に公開された映画うせない森で主演を務めるなど活動の幅を広げています。しかしこれらの活動が大きな話題になることは少なく、中国での活動に比べると日本での露出は控えめながらも確実に彼女のキャリアを形成しています。坂井紀子さんの中国香港での活動と日本でのテレビ出演は、彼女が国際的な舞台で活躍する姿と時折日本国内での活動を通じて国内のファンともつながりを保っている様子を示しています。これらの活動は彼女がどのように自らのキャリアを再構築し、多くの人々に愛され続けているかの例証であり、彼女の芸能生活における多様性と持続性を物語っています。いかがでしたか？坂井紀子さんの芸能界復帰から中国香港での大活躍、そして YouTube チャンネル閉鎖までの波乱に富んだキャリアの道のり、多くの困難を乗り越えてきた彼女の強さとファンへの深い愛情が感じられたのではないでしょうか。皆さんの中には坂井紀子さんの復帰や活動に対して様々な意見や感想があるかと思います。どんな小さなことでも構いませんので、ぜひコメントで教えてください。あなたの声を聞かせてください。そしてこの動画が気に入ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。次回の動画でも皆さんにとって価値のある情報をお届けできるよう努めてまいります。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。